そうですね。まあ、今ちょっとお聞きした感じでは、一応、治療させてもらった方がいいかなというふうに思うんですよ。というのは、夜中になってもっと吐き気が出てしまったりとか、した場合に脱水してですね、ぐったりまたしてしまったりという可能性がありますし、はい、明日の朝までその状態がちゃんと維持できるかどうかわからないので、はい、そういう意味では今からでも来ていただいて見させてもらった方がいいように思うんですけれども、はい。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組「猫ワン」。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は夜間診療の動物病院に密着取材。どんなことが起きるのか注目です。ただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業。猫は松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。午後6時に1日の診療を終えた一色動物病院。とっても静かな受付。お掃除も完了。もうすぐ8時。実は今日は夜間診療の担当日です。あ、一色先生。今日は夜間診療。はい。はい。昼間もずっと診療してての夜ですよね。そうですね、夜。休みは。休みは、まあ、ちょっとご飯食べるぐらいはありますけど。晩ご飯は一応召し上がった。晩ご飯は一応。軽くでしょうね。軽く、はい。で、8時からはい。ですか？8時から11時までなんですけど、まあ、受付は10時半まで。10時半まで。はい。受付っていうのはどういうシステムなんで、8時から10時半までは電話をかけてきてもらったら、その場で、診察に来てくださいとか、まあ、様子を見てくださいっていう判断をさせてもらって、診察来てもらう場合は、まあ、11時までに来てもらうっていう感じで。はい。そうなんですはい。ね。様子を見てくださいっていうこともあるんですあか？ります、あります。急な来ることはないわっていう判断が。そうですね。次の日に主治医の先生のところに連れて行ってもらったのでも十分間に合うと思いますよっていう判断をすることはあります。はあ、はい。そうか、主治医さんのはい。猫ちゃんじゃないとこに来るわけですもんね。そうです、そうです。ちょっとまた別の意味の緊張感というそか。れはありますね。やっぱりいつも見てないので、その子がもともとどういう体質だったのかとか、そういうのがわからない部分が、病気が何があったかとかわからない部分があるので、はい、確かにそれはあります。でもいつ何時急にね、体調が悪くなるかわからないから、はい、飼い主さんとしてはそうですね。どうしたら、なんかこうカルテとか持ってくるわけにもい かあ、ないそうですし。ね。はい、まあ、もちろんそれはないので、はい、まあ、その場の状況というか様子をしっかりお聞きして、はい、まあ、できるだけのことをさせてもらうっていう形になると思います。そしてまた明日の朝からはい、はい、診察でしょ？そうです。 いつ休むんですか？いやいや、まあね、でもこれが毎日だったら多分続かないですけど、まあ、持ち回りでいろんな先生が
やってらっしゃるので、はい、大体先生は月に何回？月に2回ぐらいですかね、はい、どうして夜間診療に参加しようと思ったんですか？ですね、まあもともとやっぱり夜間のにその急患といいますか、あの急変してしまったような子とか、まあ、怪我をしてしまったような子の診察をどうするんだっていうのは昔からこう、うん、みんな獣医師館で言ってた話だったんですけども、うん、ただまあ自分のところで個人的にやるのはなかなか大変だということで、まあ、そういうじゃあ持ち回りでやってみてはどうかという話が出てて、まあ、僕はその後で参加してさせていただいたっていう形なんですね。まあ、それに賛同する先生はあのできるだけその地域の動物たちの健康のためにそういう活動に参加したいという先生はそこで、まあ、加わってるわけですよね、はいはい、僕もそういう形で、はい、参加させてもらってます。大体波はあると思うんですが、多い時で少ない時でどれくらいなもんですか？少ない時は、はい、もうゼロです。電話もないっていうこともあります。まあその時はね、まあ、みんなあの無事に過ごしてるんだなということで、よかったよかったということですね。多い時はうちの病院だと今までに6件とかそれぐらいだったと思いますが、はい、内科外科いろんな症状、そうですね、はい、いろいろあります。今のお気持ちは？いや、まあ無事に終わってほしいと思ってますが、はい、頑張ろうと思います。日本ケアドッグ協会はナチュラルケアドッグアカデミーとして新しく生まれ変わりました。幼稚園やしつけ教室ではプロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。新たな取り組みとしてハーブやアロマなど自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフを過ごせるようお手伝いします。ナチュラルケアドッグアカデミー。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。ああ大変だ。それ割とリラックスされてますね。まあ何もやることないですかね、この時間はね。もう待っとくだけですから。そうなんですね、はい、で患者さんが来られないと何をしてるんですか？まあいろいろ事務仕事とか日頃のたまった、はい、たまってる事務仕事、事務のこととか、はい、なんか掃除とか。うーん1ヶ月に2回この夜間診療の時間って、はいはい、一色先生にとってどういう時間ですか？どういう時間、そうですね、いやでもなんていうんですかね、まあ診療自体は変わらないので別にそこまで緊張とかもしないんですけども、やっぱりその地域医療に、地域の獣医療に貢献してるなって思える貴重な時間かなとは思います。はい、食欲はあるんですけど、あのさっきから血尿が出てて何回かトイレに行くみたいなんですよ。で、あと便は普通なんですけど、うん、あのいつもよりも回数多めで、回数多め、はいはい、細めの便、頻尿だからな、あんまそれついてもらっていいんじゃないかな、うんうん、はい、分かりました、うん、まあ、あの時間だけ聞いて、あと金額も、はい、もしもし、お待たせしました。院長の方に確認したところですね、今から連れてきていただいて大丈夫とのことでしたので、はい、先生来てほしい、いや自宅で様子見って、そう判断はどうやって？
まあでも今の場合はやっぱり血尿で何度もトイレに行っているっていうのは本人にとってすごく辛い状況ですよね。まあ、自分に置き換えて考えてみたら、まあ、本当にもう痛いし、苦しいしって、動物が非常に苦しんでる状態の場合はやっぱりもう連れてきてもらって何らか楽にしてあげられたらなと思います。はい、何の準備をしてるんですか。今点滴の準備をしております、はい、これすぐに点滴できるよね。食器が入っているので、はい、中に流して入れてきてすぐにできるように準備しておきます。はい、今夜間診療中なんですが、それでもよろしければ、はい、地域の夜間診療の今日は当番になってまして、あ、はい、はいはい、あ、佐々木さん、はい、前足、今右足ですかね、上げているということですが、はい、その場合はやっぱり痛がってると思うんですよ。ただまあ、これはですね、今お電話口で推測でしかないんですけれども、足をその、歩いているときはついているという状況という今お聞きしたと思うんですが、その場合はおそらくですけれども骨折してないと思います。はい、なので多分時間が経てば徐々に痛みが収まってきて普通に歩けるようになるような気はします。はい、なので、はい、あ、なので、もし、管理さん的にですね、今すぐ診察しなくても大丈夫そうだなと思われたら明日まで待ってその様子を見てから明日空いてる病院さんに行っていただいてもいいのかなと思いますし、もちろんうちでも構いませんし、はい、あ、今からですね、8時から10時半まではお電話の対応しております。で、はい、来ていただくのは11時までになっておりますので、あ、そうですね、はい、その場合はもう一度来られるときにはお電話いただければと思いますので、はい、少し確かに少し様子見ていただいてからでもいいような気はしますね、今お聞きした感じでは。はい、ワンちゃん、猫ちゃん、ウサギです。ウサギちゃん、はい、骨折かという、高いところから落ちちゃって、あ、で足を歩くときはつけてるんだけど、止まるとちょっと上げるっていう話だったので、あ、多分まあ見てないのではっきりとは言えないですけど骨折はしてないでしょうねっていう話で、まあちょっと様子見てもいいんじゃないですかと、ね、はい、お伝えしましたが、はあ、でもご心配ならって言ってくださいということで、なるほど、なるほど、電話相談みたいな、そうですね、カウンセリングのような、そうですね、そういう役割もすごいある。電話でまあちょっとそれだったら様子見ていただいてもいいですよってお話しさせてもらうだけでも飼い主さんはすごく安心だと思いますし、なんていうんですかね、まあちょっと相談だけしたいっていう人もいるので、はい、飼い主としては夜不安ですもんね。そうですね、このままほっといたらどうなるんだろうとか、判断に迷う時っていうのは多分あるので、それはもうお気軽にではないですけどご相談いただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、今日多い気がしますね。あの人が呼ぶんです。本当にいつも多いんですか、浜本さんの時。多い時は多いですよ。呼びます。薬作ってそうです、作り置きなので。猫ワン、寒い日や雨の日、
車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック。同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。さっき電話がかかった血尿のワンちゃんが到着。はい、大丈夫ですか？はい、入っていただいて。あ、いいですよ、このままで。はい、大丈夫です。はい。測れるかな？ 4.38。はい、結構おしっこの回数が増えてるし、はい、お水も夜中はいらなかったんですけど、はい、最近夜中も飲んでるんで、大変です、ね、そう。こういうふうにちょっとあの濃く色が出ているようなことかもあったりして、まあ、これが多分下にこう抜けてないので石とかではないと思うんですけれども、あのもしかしたら粘膜がかなりちょっと腫れてそこから出血してたりしているところかもしれないですね。ということで、まあ、やっぱり膀胱炎と考えていいと思いますので、今からちょっとあの注射とかあと少し水分をしっかり入れてあげた方がいいんですよ。おしっこはたくさん出した方が治りがいいので、で人間だったらお水飲んでくださいねっていうのでいいんですけど、あの動物の場合はそうできないので、ちょっと点滴治療もしておきますので撮影しますから、はい、もし今後もこういった血尿が、うん、あの繰り返して起こったりとか、うん、頻回に起こるようであれば、やっぱりそれも何かできものの可能性もあるんですよ。ゼロではないんです、はいはいはい、なので、まあ様子見てですね、しっかり治ってこないようであれば、はいはい、かかりつけさんにやっぱり相談してもらった方がいいかもしれませんね。抗生剤の方と、それから炎症細胞薬と、それと止血剤ですね、3種類注射をしていきます。数日後同じことですから、はい、これで様子を見て、はい、でもさっきもこの話の通り、あまり良くならないと、はいはい、あるいは繰り返すであれば早めにまた入院者かかってもらった方がいいと思いますので、はい、わかりました。はい、ご注意ください。はい、以上。びっくりしちゃって、初めてだったん で、 でちょっと年齢もだいぶいって、もう12歳なので、
不安だったでしょう、ここ来るまでは。そうなんですよ。でも結構インターネットで調べたら結構すぐヒットしたので、あのその救急で夜間診療を回ってるのとか全然知らなくって利用したことがなかったので、いやずっと大阪にいたんで、なんか夜間救急の病院があるんですよね、大きいところが。だからそのいつも夜間だったらもうそこみたいな感じだったので、こういうシステムなのは全然知らなくって、はい、ありがとうございました、はいはい、どうぞ。お疲れ様でした、はい、他の病院も紹介して他の病院の持っていく診断書みたいなのも渡されたんですか？そうです、あの他の病院っていうか今かかりつけにされてる病院さんがあるみたいなので、まあ、そちらで今後その状態が良くならないとかで見ていただく場合は持って行っていただくとスムーズかなと。こういう処置をしましたよっていう、はい、昨日こんな処置したんですよ。とかそうですそうです、はい、出してる薬とか、はい、なるほど、はい、あれはありがたいですね。まあ僕らあのあれですよね、この夜間の診療ってリレーみたいな駅伝みたいなもの、駅伝ものだと思うので、つないでいくことが大事なので、まあそうですね、バトンを渡すというか、はい、あのまあ初めてのやっぱりこういう患者さんが多いので、うちの方でずっと見るっていうよりかはやっぱりうちでワンクッション見てまた、かかりつけさんに引き継ぐっていうのが基本的な役割だと思うので、そのためには、はい、そういう、伝える方法があればいいですし、あの僕らのその夜間診療ど夜間診療している協力病院っていうのがあるんですけど、協力病院内ではあのそういう、診療した、実績報告みたいなのを随時行っていて、でその中の診療病院だとあの直接連絡ができたりとかいうこともあるので、はい、まあその病院さんによるんですけれども、はい、あのできるだけそういうふうにして引き継ぎがうまくいくように、はい。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、量もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東野店斜め前村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。猫のマッサージ、マッサージは気持ちいい。毎日のマッサージが好きで飼い主さんのグローブを見るとゴロンとなって待っているそう。ピッピちゃんは宇和島の保護ボランティア猫好きさんから1年4ヶ月前にもらってきました。宇和島市のベルデさん家の男の子と猫の銀さんの一コマ。男の子のちょっかいに銀さんも面倒くさそうです。松山市の萩くん、
10月で4歳の男の子。甘えん坊で今日もお膝の上でゴロゴロ。飼い主さんは着替えもできないそうです。会社のアイドルみーちゃん、物思いにふけるひとときも大切です。松山市の仲良し兄弟、右が兄のコナンくん、左が妹のランちゃん。お散歩前にパチリ。ちょっとお兄ちゃん、ポーズはいいけど私の足踏んでます。最後は松山市のみきちゃん、おもちゃ大好き、食べるの大好きの5歳の女の子です。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など、心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。ハンディを持つお子様へ、テローグループで IT を学びませんか？建築家にだってなれるかも。夢を広げるテローグループ。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン、猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てねー。